はい、皆さんこんにちは、みなつです。 FF15 発売日決定記念シリーズ踏破枠第8弾 FF6 のゲームボーイアドバンス版8日目の後半になります。バストいらっしゃい。で、前半でカイエンの夢の世界から脱出して、でストラゴスとイルムを連れてサマサに行って、エボシーワに潜んでいるヒドゥーンという敵を、退治しに行って、あと、7日目かなにしばらくやっていたジャボテンダー探し、退治か、退治も終わって、で今、残りの必要そうな装備品を集めているところですね。ではブラケン、あら一瞬切れた。でちょっとお昼ご飯食べながら考えてたんだけど、もう間違えた。倒すことを言う、それで分取れればいいなっていう戦い方にしようかな。回転が、で倒すの優先でやってみよう。あ、ちょうど32時間。最悪ね、こう取れればいいんだけどな。また挟まれた。あ、キー入力ミスってる。マジかよ。セフィロトかと思った。ダブルワコワコ。はい、プさんいらっしゃい。何を見てセフィロトだと思った？そんな要素あったかな。いや、曲がね、ダブルバトルがセフィロトに混ざってるから。あー、そうだね、確かに。なんか間違えた、正解間違えたかなと思ったけど、では普通のバトル、通常バトル音もつなぎの部分に使われてたんだ。そうそう、違和感がない、わら。あの仕事っぷりはすごいよな。パッチのとしても一行のお仕事になる。そうか、ロック、ミドガルドルム、ブラキオレイド出てこないな。まずは倒せるかどうかを確認したい。あ、来た。初見です。はい、ラムさんいらっしゃい。初見じゃないですね、ごめんなさい。大丈夫ですよ。やっぱそう簡単には盗めんか。いやー、またカッパーになる。消えてイライラして初見って言いましたよ。それはもうドンマイですらちょっと言い難い状況だね。あ、無事だ。ドンマイすわ。なんとか倒したな。倒したのはいいが。そうなんか。なんか、バックアップすらできなかったってことか。なかなか辛いね。あれ？倒したら3スターズで盗むのリボンか。じゃ倒したらいいのか。じゃあもう問答無用で倒そう。リボンは別にいらねえ。とか盗むんじゃなくて。ギットギトか。HP 高えな。そしたらそもそも、あれだね。ロック、アルテマでいいの。よし、倒すことに心血を注いで。なんかバックアップするのに専用のアプリがあるんだけど。あー、アプリがそもそも起動できなかったってことか。そもそもシムが働かないからネットに繋がらなくて。だよね。どうしようもなかったってこと。だからもういいよ。シムカード内蔵型っていうのは、シムのシステムが内蔵されてるっていうだけで、だけなんかな。でもシムカードが中に組み込まれてるっていうことなんだろうか。分解して取り出せるやん。ああ、じゃカードが出せれば、分解して出せたら、あ、でも同じ機種にはできないか。差し込み型のに交換したらいけたか。どうでもいいけど、2週間かかるらしい。へぇー、大変だ。長いねー。 iPhone かな。そしたら iPhone は修理長いって聞くよね。今代替機の設定してる。 Android。 あ、 Android でか。 Android だと1週間くらいかなと思ってたけど、そんなことはなかったか。もし盗まなくていいっていうのが分かったから、頑張ってブラキオレイゼスを倒す。キノコさんも頑張ってるんだよ、きっと。キノコさんというよりメーカーだよね、作って。ドコモ社のことをキノコと呼ぶのはもうやめられないぜ。まあ、公式キノコだから。きっとキノコが、あーん。あー、かぶったな。ドレインとかいらないしな。お肉おいしい。ホルモンおいしいよね。結構好きだ。
唇ギットギトなるけど。ああ、ギットギトの食べてお腹壊さないようにしてね。お、とうとうマッシュが最後の技。ケントウズはもうとしてるのね。してる。ケンテト大好きどこの人だから。そうなんか、ドッグギトが好きなのってどこだ？あ、てかあれか。あ、言うすれば聞いてたな。あれ、そっちの、地方の人って、ギトギト大好きなんだ。そして、スパイラルソウル。自分の命と引き換えに味方を回復する。これは使わんなぁ。ギトギトこってり大好き。まあ、豚骨ラーメンのイメージが強いからな。だから。焦がしニンニク背脂。すげぇ。背脂、豚骨、焦がしニンニク、背脂、チップ、ラーメン。背脂チップっていうのはね、すごーペリしそう。なんかなんだろう。胸がムカムカしそう。生徒で食べてはいけないご飯、私の中でナンバーワン。あー、確かにね、女性が食べるもんじゃないな。好きな人はいいかもしれないけど。背脂を焼き固めてチップ状にしたもの。あー、そんなのがあるのか。うまそうはうまそうだけどね、確かに。ただデートでは確かに行かない方がいいよね。ラーメン好きの彼女ならいいけど。そうっすね。できるといいね。としか言えないわ。まあ、その店に通っている女性とお付き合いしたら一緒に行ける。強い。けどな。なんで犠牲が前提なんだろうな。人体連携的な意味で。ああ、なるほど。そういう意味か。まさにハガレンだった。ただね、その方法だと魂が宿ってないからね。いや、魂しか宿ってない。そっちか。鎧系女子。確かに、中の人的には女子だけど、女子というか女性。むしろ意味がわからない。だいぶ強くなってきたけど、スリースターズを通さないなぁ。のもレアなんか。女性の体に女性の魂を植え付ければ完璧じゃ。うん、それ普通の女性だね。一般女性です。ラグドワールに女性の魂を。それならわかる。どうしよう、スリースターズ。これで彼女は？まあ、そんなのができたら、世の独身男性は喜ぶかもしれないが、一体どんな犠牲を払わなきゃいけないんだろうな。世の独身男性の家で夜な夜な怪しい光が、そりゃもう我についてるクリスタルタを犠牲にでしょう。マジか、それ意味ないんじゃないかな。クリスタルタは犠牲にしたられゲット。短所能力は残してほしいね。あ、いいっすね、それ。ルサンはあれだよ、ヒュラコ、ヒュラコを画面から出せる力が欲しいとこやね。あれ、今誰上がったっけ、レベル。信頼フィギュア、なんかあったよね。今でもなんか、誰だっけ、誰かの等身大があった気がしたけど。ミクさんだっけか。初音ミクの等身大フィギュアがあったような。フィギュアショップが儲かるぞ。儲かるね。生産が間に合わないんじゃなかろうか。義手義足職人も儲かるぞ。結局手足犠牲にする。あの世から女性の魂が消え去る事案。でもあれハガレンって、あ、いいのか別に。あれは一応死んだ人の魂。延長しました、延長しました。7までは間に合わないかな。4限界か。で、多分、前までだったら、前使う必要ねえな。普通に二刀流で殴った方が早いしな。残念、倒したのに、落とさない。今、誰レベル上がった？どこか。危ない。終了まであと3分になりました。あ、演歌長。はい、ありがとうねー。一個でいいんだよ、一個でいいから落としてくれ。まともに演説って言ったことが数えるほどしかない、わらわら。まあ、いいんじゃない？それが個性ですよ。レベルが上がるにつれて、炎骨は何の略だ、それは。痛めたか、わらわら。
ああ、なるほどね。いいわな。そうね。そっちにも聞こえるわな。天候ね。いいわなって良い当て字だよね。もっと体を大事にしてほしいね。雨も陰から的を置いてるよね。卑猥ですね。まだお昼ですよ。俺にとっては日は夜だ。夜勤勢は確かにね。夜勤勢カップルは昼間ラブホなんやで。まあ両方夜勤だったら遊ぶのは日中だもんね。それは仕方ない。身近にいるのかな、その反応は。お、次でやっと崖全部上だ。マジか。自分だったらめっちゃ悔しいけど。号泣。心で泣いとけ。ロックそろそろ力終わるな。でもこれ補正かかってるから。反省はしてるけど後悔はしていないようのでよラーメン。あー、たまーにやる。最近めったにしないけど。ご飯余ってたらやるかな。米に5ぐらい入れてきた。それは結構多いね。ほんと体調崩さないようにね。ギトギトのラーメン食べた後にギトギトのご飯を食べることになるんだろ、それ。反省はしている。後悔だけはする。回転の小切りもだいぶダメージ上がってきたな。どうでもいいけど来週金曜料理講師やってくるわ。おお、かっけえな。また枠が途切れた。愛知王専門調理師免許の和食部門取ったよ。和食部門、そういうのがあるの。部門があるのか、それは初めて知った。調理師免許自体はオールジャンルなんだけどね。やっぱオールジャンルか。あとは何を専門に。調理師免許のランクです。あ、そうなの。それの和食部門を勉強したってこと。その専門調理師があるっていうのを初めて知った。難しかったでー。だろうね。専門の知識が必要なんでしょう。調理技能士とも呼ばれてるでー。あー、技能士とかか。料理はレシピ通りに作るのが関の山だな、自分は。調理師養成学校とかで働ける免許やじる。先生になれるってことか。本当すごいな。せやせや。料理ができる人はね、尊敬に値するよ。今日の料理はあってやれるやつやじるし。いいね。女性がいっぱいなんじゃない？出会いがあるかも。あ？なんか地雷踏みましたか？踏みましたね。踏みましたか。あまりいないってことか。他通り市営学校の出身なんですけどね。女性とは確かにいるんだけど、先生は男性ばっかり。ああ、女性はいても。なるほどね。まあでもあれか、若い人でそこまでの技能を取ろうとする人があんまりいないのかな。私は熟女派生でやな。なあ、まあほんと本気で調理師になろうとしてる人じゃないかな。マルクは取れない矢印。あ、そうなんだ。そんな難しいんだよ。あ、マジだ。これなんで先制攻撃の時下から順番回ってくるの？よくわからん。あ、そして HP が3000超えたぞ。食材羅列されてこの料理のビタミン D の総量を答えなさいとか。わからない。めっちゃ専門知識やな。むしろ私もわからない。マジか。思った以上に難しいね。そんなのを記憶してる方がすごいわ。何やじ。なるほどね。あれ、なんか試験ってマークシート系なんかな。多分筆記じゃないよね、そういうの。とりあえず6僕がレベル50なるまで頑張ろうか。なんかマークシートか。あー、それダメなんだよ。ジェイソンはあかん。ついでに言えば来週の木曜日はなぜか食月。リアルであるの？一体誰と勝負をするんだ。やろうぜって言われてわらわら。それ審査する人が一番難しい気がするんだけどね。調理師養成学校時代の人にね、わらわら。
直撃の相馬ですね。一体何をかけて勝負するの？今度二人で母校行こうぜって言われて、母校の調理の先生らが社員にあげる。結構ガチだ、ね。あ、もうなんか覚えさせるもんなくなってきたな。まだ何かかけたいものあったらかけていいって言われた。わらわら。それな、自分にも降りかかってくるからね。あとドレインしか残ってない。相手が女の子だったら彼女になれって。夢のような話だけど、夢なんだな。それな、切ない。負けた方が合コンをセッティングする。きつ。きついね。外したー。セッティングできるだけの人脈あったらきっと彼女。うん、それはわかる。落とせー。残念でしたー。なかなか当たらんね。めったに戦えないね。そろそろメニュー考えなきゃやばいかも。あ、まだ考えてないんだ。ていうか、テーマとか決まってたりするんかな。みじんも決めてない。テーマは魚料理。あー、魚料理って決まってんのか。俺の土台やで。和食でそうってこと。でも、同じ資格を持ってる人なんだよね、多分。違うんかな。同じ和食部門の人だったりするんじゃないか。違うの？相手は中華の人。あ、なるほど。そしたら、なんとなく、こちらに部がありそうな感じはするけど。マグロやってこよう、した時の部。それやべえな、マグロ一匹とか、負けた時のこっちの板でも半端ないけど。116個目さんいらっしゃい。調理時間90分。え、あれ、マグロ一匹さ、だよね。マグロ一匹解体すんの、必要なところだけ取るとしたら、もう結構かかるよ。25分ぐらいかかる。仮解体するなら。あー、だよね。あ、でも25分くらいでしっかり解体できるんだ。でも残り時間考えると、ちょっとね、っていう感じか。大変だな。まあ、いずれ結果を教えてもらえれば嬉しいけどね。来週の木曜日か。来週の金曜日から、1S に行くので、そこはね、ちょっと放送しないから、いや、できないから。そうそうそう、東京ゲームショー行くんで、私、地方民なんでね。なので、ここはちょっとね、数日間放送はお休みだね。それまでに、6は終わらせときたいかな。終わってないとやばいけど。てか、3スターズが出れば突き進めるんだな。もうちょっとな、ブラキオレイドスの出現率高かったらな、嬉しいんだが。すごい今更なんだけど。来週、金曜が99です。あれ？ああ、そっか。再来週か。再来週だね、TGS。勘違いしてた。そしたらまあ大丈夫だね。じゃあ結果をお待ちしてますよ。回復してる。例えばこの前来てくれたリスナーさんで、シリーズ踏破をしている人がいたけども、どこまで進んだのやら。よし。あー、ミドガルドールも被ってんだ。未だにこれはちょっと怖いな。メテオが。メユキメサンマのかば焼き大根を添えて、ってみよう。おー、美味しそう。サンマのかば焼き、菊大根を添えて。ちなみに食撃フルコースでやるからね。ほんとガチな食撃やな。知らないから、画像を見せてほしい気もしたけど。こんなの作ったよ。ソーマたちは一品だからいいよな。だいたい一品、ないし、まあ、添え物というか、くらいだよね、多分。危ねえ、中断してくれないな。今勝負したら今のアニメ、ソーマになら勝てる気がする。あ、そうなの。すごいな。今アニメだとちょうど
直撃合戦してるところ、なんかの試験だって、何の試験だか忘れたけど、期末試験みたいな、秋の選抜か、そうだそうだ、三つどもえの決勝なか、あーそうか、ちょうどそこか。今原作の漫画の方もなかなか面白い勝負になりそうな、終了まであと5分になりました、展開になってますね。延長しました、延長しました、延長、はい延長ありがとね。原作は15巻までしか買ってないな、円座長。原作はね、コミックは買ってない、ジャンプで読んで、はい、今レベル上がったっけ、あーテールっぽい、あ、マジでもう覚えるもなくなったかも。またドレインとかポイズンだけか。終了まであと3分になりました。おー、ブラキオレイドスを倒させろ。デザート決めた。ラムネ完全にしよう。なんだそれ、なんか美味しそう。飲み物のラムネあるやん、あれを寒天で固める、ただ結構お手軽なデザートになる感じかな、まあ、多少手は加えるんだろうけど、シュワシュワして美味しいねんて、寒天がシュワシュワしてるでもフルコースのデザートだと最後はなんかさっぱりというか、あまり甘ったるいものは食べたくないわな。まあフルコースの内容にもよるんだろうけど、今月のグレープ飲んでて思いついたやつなるほど、ね、ではどんなんで来るんかね、やっぱ 得意かどうかは知らないけど、中華で来るんだろうか、わかんないな、中華かな、今でもなんか中華の店とかで働いてるんだったら中華の可能性は高そうだよね。あれ何を覚えさせようとしてたっけ、アレクサンダーだっけ、相手は学生時代はフレンチが得意なやつだったなあ、れあ、なんかミスってる、うわー最悪、他の料理人やけ、あー、そういうことね、そしたら確実に中華で来るんじゃないかな、うわーロック一回失敗した、レベルアップボーナスやってしまった、装備変えてないじゃないか、あーもったいない、デザートはあっていいんじゃない、アーストリコかな、直訳だと地球になっちゃうけどね、トリコも物語が佳境に入ってるけど、あれはどう収集つけるんだろう、私それ知らない、ジャンプの漫画だね、一応あのフィクションの料理漫画かな、ファンタジー世界の。現実味のある料理漫画しか読まない矢印。まあね。あ、でも、現実感ないけど、ダンジョン飯は面白いよ。それこそ美味しんぼとかで育ったから。あー、懐かしいな。アニメは見れたけど。クッキングパパはほとんど知らないや。美味しんぼは漫画とかドラマとかアニメとか。で、ちょろちょろっと見たけど。あ、でも漫画はほとんど読んだことない。マッシュに限界突破のアクセサリーが欲しい。このゲームなぁ、限界突破しないからなぁ。おいしんぼの主人公、ブス直撃の相馬の主人公、胸熱。なんか、そういうの一回見てみたい気はするね。いろいろね。夢の共演というか。とりあえずあとレベル2で、トンベリーズから盗める可能性が出てくる。レベル50以上してたからね。ということで水曜日のお昼間はきっと包丁をシャカシャカしてることでしょう。ああ、事前の仕込みをするってことね。あ、また切れた。なんか包装、ツールがよく切れる。あまり切れてほしくないんだが。包丁研ぎですわ。ああ、そういう意味ね。あ、待てんの。だいぶ育ったな。水には研がないと5、6時間ぐらいかけて砥石の匂いが抜けるから。ああ、そういうものなんだ。匂い、石の匂いがつくの。飯が鉄臭くなることがあるねんな。なるほどね。
あまり普段はそういうの気にしないからね、言われてみて、ああ、そういえばそうだねって思うけど。にしても、ブラキオレイドスが出てこねえ。本当に出てこない。レベル上げも目的の一つではあるけど。洗剤つけてスポンジで洗う人多いけど、それもダメやねんな。あー、やってるね。あかんでー。あかんかー。あ、軽い汚れだったら、洗剤使わずに洗うだけでもいいかなとか思うけど、なんか油物とかね、やったら洗剤使いたくなる。ダメだったのか。油物やっと洗剤使ったらあかんでー。なんだ、逆にダメだったの。一体佐五条の槍どんだけ手に入ってんの。あ、でもまだ6本か。もっといっぱい手に入ってるかと思ったけど。あれ、あ、またミスってる。ミドガルゾールムって HP30% アップか。正しいお手入れとしては、水で流して歩きタオルとかで袋2回とか繰り返してフライパンにかけて焼くね。なんかで確かにそういうのを聞いた記憶はある。ロックの次はマッシュをミスったか。フッ素加工が取れるのを防ぐためにね。あー、フッ素加工に対して洗剤がダメってことか。そうね。じゃあ次から気をつけないとな。もう手遅れな気もしないではない。同じ洗剤でしっかり油を。こうやって説明されたら確かに。そろそろ50になるな。挟まれてばっかだな、さっきから。ブラキオレイドスが恋しいな。で、ロック50になったから、トンベリーズから盗める確率が出てきたね。とりあえずそっち行こうか。また挟まれたし。あと海炎上がったら終わるか。結局3体くらいしか倒してないよな、ブラキオレイドス。よし、トンベリーズのところに行こう。あと、あ、このメンツだったら、あ、このドラゴン倒せるかな。厳重防衛戦のその時に、ところにいるところってやつか。てか他のやつはどのタイミングで上げ始めようか。あのとこにいる。
よし、ちょっくら読んでみるかな。どこ行った？いた。ノーザンクロス。あ、まずい。タイマーの腕輪のままになってる。あ、そんなに HP 高くないね。まあ、物理で殴り合ってる気もするけど。あ、いけそう。ただいま。おかえり。大学から電話が。余裕、余裕だったぜ。延長しました、延長しました。お仕事だよ。仕事か。はい、ありがとう。フォースシールド。あと6匹。このメンツなら、レベル上げて物理で殴れで、いけそうな気がする。オープンキャンパスで講師やってほしいなって言われたお。おお、すごいね。引き受けたんかな。これ攻撃魔法のみを防ぐ。ちょっと微妙だな。スーファミ版だったらかなり強い気がするけど。受けた受けた。お、頑張ってくださいね。私日本文化だっていう日本の文学とか歴史について調べる大学の出でさ。あ、大学出てから専門学校行ったの。じゃあ、調理師とは関係ない講師ってことか。終了まであと3分になりました。料理師についてやってたよね。講義してよ。あー、料理師の講義か。へー、そういうのあるんやね。さっきタイマーの腕輪を、あー回復してしまった。あいつ回復いらないんだ。あ、でロックは盗むより多分分取って倒すことを優先した方がいいよな、きっと。また母校の先生はもっぱら文学やら歴史だから食文化について調べてたのが私ぐらいで。あー、なるほどね。知り合いにその食文化について調べた人が少ないってこと。相続のナイフ。卒論提出した先生が電話かけてきた。優秀な生徒だったんだね、そしたらね。簡単な防御をしろと言われて悩んでる。なかなか難しいことを言うね。いや、そんなことないよ。どうかわしいばっかり。そうなの。まあ、そんな簡単に進めんか。死んでしまった。これ次で死ぬんじゃねえか、もしかして。これ死んだよな。あ、一体残ってるわ。あ、死んでたわ。盗めてないよ。落としてもないし、残念。やり直し。盗賊のナイフ2本あればいいんだけど、2本目手に入れてないからな。そもそも持ってるやついたっけ。大学って基本的にあれ、第二外国語とかあるじゃん。私ね、大学行ってないからね、わからない。盗賊のナイフ持てるやついたかな。中国語を選択したんだけど、不評かしい。外国語は確かに難しそうだね。だ、大学で初めて習って、それをちゃんと使いこなせるかっていうとなかなか難しい気がするけどね。家族での老化で D は単位が認められないんだけど。あ、じゃあギリギリ認められた評価 C。持ってるやついないんかな。倒したことのある中で盗賊のナイフを落とすやつがいな。 CA 区みたいな成績表だった。 CCC とか結構ギリギリなんじゃないのか。 C と CCC ってどっちが上だ、そもそも。あ、連打だけど C 一つで数えて、わらわら。ああ違うのね。C と CCC があるっていうわけではないのね。私は英語ですらダメでしたよ。飛行機で1個ずつ S があればいいかなっていう。S なぁ。なんだろう。てなね、妄想というか、講師の人の評、なんだろう。好き嫌いでも、その評価は変わりそうな気がしてなら。思ってないんか、こいつら。あるあるだね。あるあるか、やっぱり。の人も人間だから好き嫌いはあるよね。
よし、もう一回頑張ろう。私この評価は落としたくないって思ったよ、別格。まあ、そうなるよね。盗みに行け、こら。携帯の代替機が使いにくいぞら。ああ、元、代替機だとなかなかね、勝手も違うだろうし。手と置いておこう。沈んでしまったか。手が残ってる。まだ一体残ってる。ラグに倒せるのはいいけど、やっぱここも時間かかるなぁ。なんかちょくちょくツールが止まる。ちょっと申し訳ないね。画面が多分飛びまくってる気がする。これ、どうすんのがいいかな。これしたら、ブンドルも確率上がるよね。これにして、で、装備は、盗賊の、ね。では私はアニメ見て寝ますね。あー、はい、お疲れ様。盗みに行け、こら。盗みに行かんかったな。あー沈んだ。残念だなー。あ、1個手に入った。1個手に入ったけど、2個欲しいんだよ。せめて2個できれば3つ。3スターズよりは確率高そうやけどな。ホーリーのダメージはかなり低い。普通に4回攻撃しやがった。回復してやったの。1個か。本当の腕は意味あるんかな、これ。あ。後ろ下げよう。で、ちょっとダメージ減るはず。へぇ、マジで、カッパなった。もう281になるのか。あ、皿はまだ取ってないのね。若返ったね。若返ったか。まあ、見た目はね、反撃なかった。終了まであと5分になりました。延長しました。延長しました。はい、ありがとう。確率低いよな。低いね。まあ、相当レアなんだろうけど。あとは、単純にまだギリギリのレベルだから、確率が低いの。多分、レベル差が広ければ広いだけ盗みにくいんだろうけど。まあ、あとは落とす方にかけるしかないかな。
困った。1個までに入ってない。希望としては1個盗んで1個落としてくれれば完璧なんだけど。終盤まであと3分になりました。あ、なんか音飛びしてそう。大丈夫かな。多分動画若干音ずれしてる気がするな。ナイス、防いだ。2個落とすこととかあるんかな。つらいな。まあ出てくるかわからないブラキオレイドスをやってるよりは気が楽。重要性は向こうの方が上だからな。まだまた飛んだか。最後の一体になったら普通の盗むしようかな。三人分か。近づかれたらアウトだっけ？わからん。覚えてない。何かされたような気もするけど、ギリ50じゃ難しいのか。遊ばせてしまった。ああ、結局そうなんだ。一応盗めるまでは安全に戦闘できるんか？いけるな。いけそうだな。ただあとは盗めるかどうかだな。時間だけすごくかかるけど、わら。うん、ミネルバ・ビスト・オーグですね。女性専用。218個目さんいらっしゃい。
で、できれば、2個欲しくて、で、倒した時に落とす可能性もあるんだけど、確実じゃないんで、できれば盗みたいなぁと。ただ、かなりなレアで、全然盗めないんだよな。いや、希望は2個ですね。3人いて、1、2人。はレベル51が必要だったって言われたらどうしよう。やっぱギリギリじゃ難しいかなぁ。もしレベル差で取りやすさが変わるのは一番下だからな。最低50レベルでやってるみたい。やっぱ最低50で50にはなってるから、ほんと最低なんだよね。あとは運次第眠くなってくる。人から盗むのでダメなん？ああ、女神と、あと宝箱、どっかの宝箱、瓦礫の塔にあるんかな？とりあえず、25分まで粘ってみて、ダメだったら、あとは倒す。で、運よく1個手に入るので、盗むしても後ろ下がるのはなんでだろう。域によればレベル差が50以上あると無理らしい。そうで、こいつのレベルが99らしくて、今レベル差が、49だ、ね、なんで、最低ラインだ、ね、もし、なんだろう、ゲームボーイアドバンスでその設定が変えられたら、まあ、だから成功率 1% なんだよな。わら、1個でも盗めれば御の字かな。そうだね、1個でも盗めれば御の字だと思ってる。あと30秒。スタートのレベル差が成功確率らしいよ。ああ、そうなんか。盗賊の腕はついてたら多少変わる？あれでどんだけ変わるかわからんけど。かな、トラゴスの解音とでレベルを差もありなんだ。重要なああ、そういうのもあんのか。あとは殴って倒す。しました。あとはこのブンドルにかけよう。はい、ありがとう。あとはブンドルで倒すまでに取れたら、解音波とかね、覚えてないね、そのね。あ、ブンドルも、回転の証聞くんだっけ。今、盗賊のナイフの回転の証になってるね。あ、そうだったんだ。だったらそっちの方が良かったかも。終了まであと3分になりました。まあ、このやり方だと盗めない可能性があるからね。とうとう1体行ってしまったか。あ、2体行った。せめて落としてほしいな。落としてくんないかな。あ、落としてくんなかった。落としてくんなかったよ。どうしようか。せめて1個欲しいよな。せめて1個欲しいな。うん、ちょっともう1回だけ、もう1回だけやらせて。時間はかけませんので。さっき言った、4回分ドルか。を試そう。とりあえずこれをラストにしたい。で、これを腕輪じゃなくて、解音波覚えてないんだよ。覚えさせに行かなきゃダメだね、その場合。ちなみにこの場合の装備って盗賊のナイフじゃなくていいんだよね。多分あんまり意味ないよな。まあどっちでもいいか。あ、あれ？ちょっと待って。すでにしておけば？すでにしておけば何を？解音波を覚えに行った方がいいってことかな。素で。ああ、素でか。あ、素ででも大丈夫なの。素でに。よし、じゃあこれで。これで、盗めなくても、取れなくても終わろう。さすがにもうこれ以上は時間かけないわ。運がなかったってことやな。コマンドより効率がいいか。そうだね。リセットもしないってこと？うん、しない、しない。運を天に任せるよ。とりあえず、開幕ファントム使って、無敵にしよう。あ、ほんとだ、ブンドルも、ちゃんと全体になってる。そもそもこれ素手で倒せるんだ。ダメージどんくらい出るかな？で、120近くは、あ、500だ。120近くはあるはずだけど、力。確かにこっちのは効率は良さそう。確率的に100回攻撃したら1回は盗めるファイト。笑1回も多分殴れないわ。
25ターン分が殴れれば、他のやつのな、育成もしなきゃいけないからな。この4人だけ今50で、他がまだ20前後だから。サボテン狩りすればすぐやん。サボテンを買っても経験値入らないんで、魔法とお金は貯まる。そろそろね、血塗られた盾を英雄の盾に変えたいんです。今どれくらいかな、100回くらいは戦闘してると思いたいけど、ブラックないからな、盗めないな。時全然ダメだわ。まあ多分あるあるなんだろうけどね、どうでもいい時だけ運がいい。こんな時じゃなくてロトとかで運変えたい。あ、それはわかる。あー確かに、雨の村黒ママは一発で侍ソウルから盗めてた。宝くじで使いたいね、リアルラックね。それあるおかげで3スターズ集め楽になるらしいね。どういうこと？それあるおかげで？あ、痛い、死んだ。コロシアム。あ、コロシアム。え、3スターズ、コロシアムで手に入んの？そうだっけ？あのね、攻略情報をね、見てないから、コロシアム何で何取れるかとかは、さすがにわからない。盗める敵が出るらしい。ほう、ほう、終わってしまう。そして手に入んなかった。残念でした。これテレポ使えたっけ？なんか鳥だっけ？もう落とさない。わら。落とさなかった。鳥ってなんだ？あ、ここに出んのか。見た目は知らん。バリュクです。ガリュプです。ガリュプいないよな、多分。多分ね、出会ったことは何をかけたら出る。ミネルヴァビスチェ、もしかして。出会った。コメント見返せば分かる。あ、雨の村雲か。天の村雲かけると出るさ。フェニックスの洞窟系に出るよ。あ、そこでも出るんだ。ここはね、ずーっと、ほぼほぼ。それでもかけると天の村雲に戻ると。もうマジで。ホーリーランスとかちょっと欲しいんだけど。ちょっとやってみようか。え、その場合は、ちゃんと倒せるようにした方がいいかも。もちろんセーブしておいてね。うん、セーブはする。さすがにする。あ、こいつ外さねえと。ロイヤルクラウン。まあ、とりあえずこれで行ってみるか。え、あんま、なんでいつも白目向いてる？わからない。ちょっとアイコンがちょっと残念だよね、エドガーは。え？あー、あれどこだ？エドガーはかわいそう。こいつか。はいはいはい。あれちょっと待てよ。あー、盗賊のナイフの方がよかったな。オート戦争だったら、殴る可能性もあるから、盗賊のナイフの方が良かったんだな。だな。倒して。ガイデンとブンドルにしてコマンドを全部ブンドルにするのよ。あー、午後か。午後育ってないけど大丈夫。連れてこようか。ロックで良いよ。どんどんやろ。じゃあ、効率を考えたら多分、うちの方がいいよね。午後さん、午後さん。育ってないけど大丈夫かな。確かパーティーにいるやつで決まったよね。ロックでダメージ2000弱だから耐えられないと思うすわら。ああ、そうか。耐えられないんか。まあやってみれば。そうだね。装備何したらいい？何でもいいか。ああ、源氏の鎧すらダメなのね。盗賊の証を剥がして午後につけてあげて。ああ、はいはいはい。盗賊の証、証、コテのことかな。あ、そうか、ブンドルか。コテか。コテだった。そうか、これないとブンドルにならないのか。ジャムシールは白半分にするだけだぞ。ああ、それで2000下したのね。あれ、どこだ、源氏。盗賊、コテ6。ああ、そうなのね。これか。で、どこをいじる？あ、これか。あ、ね、盗むか。これは変えられないの。じゃあ、これ別に入れる必要ないんだよね、きっとね。オッケー。確率が上がるのか。でも、分取りする。まあ、あとは。あ、てか、一旦消した方がいいか、これ。ホーリーランスになってんだよね、今。ホーリーランスをかければ戻る。戻るよね。ただ、倒さないといけないよね。そうだね。
ヘルメスでいいや、とりあえず。汗ウィングエッジ。倒せるくらいのやつだよ、多分。とりあえずロックで取り戻してやろうか。ダンス、これか。デスマシーン。あ、とりあえずロックでいこうか。わら。あれ、強い？デス、あ、もう待て。終わった終わっただけど、名前の通りだったね。ある意味シーナ。名前の通りのやつだった。デスやらブラスターやら即死攻撃の豊富なやつ。セーフティービットをつけとかないとだな。もし取り返すときは。レベル攻撃とかも得意。次万能じゃねえか。の来たこと。マジか。スラ。なかなか痛いな。そっか、あいつらが出てくんのか。お、33時間33分だ。長くやってんな。実質もう35時間以上やってるはずだけど。あ、外してねえな、多分。外してないよね。あ、外してあったわ。外した状態だった。盗めなかったら戦うだろう。盗めなかったら消した方がいいかな。あれ？あ、そうだね。そもそもさ、ブンドルつけてねえや。コマンド入れ。入れてなーい。忘れてた。意味ないな。そうです。すっかり忘れて。肝心なものを入れて。なんか戦うしかしねえなと思ったら。そりゃそうですよね。雨の村って男だ。お、盗んだ。一発で盗んでくれた。盗みやすいんかな？わら、脱足、わら。ただこれ倒せるんかな？攻撃力がしょぼくてな。大旋風。これ瀕死ダメージかな。それは死なないからいいとして。バリアントナイフの方が良かったかもね。あー、こいつバリアントナイフ装備できるんか。そしたらそっちの方が良かったね。ロックから外してないか。あ、死んだ。よし、バリアントナイフに交換してみよう。わらわら。バリアントナイフのダメージ。バリアントナイフならいけるかもね。ダメージ次第だな。終了まであと5分になりました。バリアント、あれ？ない？延長しました。延長しました。ないね。装備できないね。106戦くらいだってさ、ないな。ないね。エアナイフの方が強かったりするかな。それはさすがにないか。さあ、ロックでやった方がいいか。これ以上強いのがないからな。ロックに任せてみても良いかもね。周回部屋に入れて。倒せないとそもそもどうしようもないからな。あとは、盗賊のナイフでーって感じだな。あれ？まあでも実際アスピルあれば3スターズあんまいらないという。ああ、確かに。終了まであと3分になりました。源氏のコテじゃなくて、拝殿の証と、盗賊のコテ。とりあえず3スターズはね、そこまで数は必要ないかなとは思ってたけど、これで取れるなら揃えときたいかも。フェニックスの残念やな。そうか、フェニックスのっていうのもあるのね。じゃあさっきの5個は相当運が良かったやな。だわら、そうだよ、わら。あれで倒せてたらね、良かったんだけど。どうしようか、これやり直した方がいいかな。とりあえず、セーフティービットつけてやってみる。で、ダメそうなら、リセット祭りだね。ピースガー帰還バニッシュ防御固めるね。倒せた。じゃあちょっとアクセサリーとか交換してやろうかな。これが普通か。あれ？もしかして間違えて回転の証外した？あ、回転の証外してるわ。あらまあ、聞いたぞ。ちょっと回転の証を下に付け替えよう。あ、アルテマウェポンの方が強いかな。ホリーランスどこ行った？
フェニックスの丘。ちょっとまずいぞ。危ないやつ。シール。残念。あんま変わらんな。バリアントの。そう、さっき手に入ったのにな。セーフティーピットだけで半分に減ったか。何にエースなんて買った。エースマスに何持ってんだ。と、あー、サンビームか。いらんな。盗んでも仕方ねえ。バカじゃないの。面倒でも武器は付け替えるか。今日はツールがよく止まる。長時間枠のスローはやめてほしいんだが。レイズ自分で撃って自分でガードして。あー、そろそろ欲しいぞ。盗めなかった3回の後にフェニックスの丘。さっさと倒せ。あぶねえ、死ぬかと思った。お金稼げたらいいんだけどな、これ。まさか。本当だよね。あれでな、倒せたらよかったんだけどな。ちょっと午後には耐えられませんでしたね。荷が重かったか。うん。うん。うん。運がね。なんかこのままだと今日のグロマがすごい簡単になりそう。何にもやってないからな。アレイズ、リリーズ覚えてから。最初の午後のやつがあるから、もっと出ると思ってしまってる。あら、本当に。あと5分になりました。ほんとそれでな。延長しました。延長しました。そう、アコで運をすべて使い果たしてしまったか。装備切り替えるのめんどくさいから、デスアーマー用のキャラ持ってくるか。
まであと3分になりました。ちょっと行ってこようと。誰がサイエンでいいか。あ、でもまだ30分くらいしかやってないの。もっとやってるかと思ったけど、余計なことをしなければ負けないとは思うんだけど。初手大旋風は結構やばい。反応は何？ああ、そういうことか。そう、コロシアムだとああいうのになる。それやったらマッシュの方が良かったかな。間違えたー。ポーション選んでしまった。はい、すいません、怒られたー。ボタンを連打しすぎたよ。リレイ違うんだよ。あー、ボタン押し間違えた。倒せるかな。疲れてきてるな、わら。ボタン押し間違え、ちなみに猫耳フードってリルムのやつだよな。お、倒せた、よかったよかった。こういうことをしたかったわけ。それをあの場面でやってしまったよ。何を使おうというのだね、そんなにチャージして。あ、どういうこと。何をカウンターのやつかな。こいつ氷弱点かな。ザラだけどすごい当たってるな。おお、3000。どんな効果だっけ。あ、大戦、あー、ガードしてくれた、待った。ブラシを狙うよりもラクト早え、確率がガガ。ねえ、出てこない敵を狙うよりはいいんだろうけど。くそー、さっきの運をもう一度返ってきてくれ。最強技、効くんやな、デス。来た。死んだ。じゃあ、あれだな、エドガーのブラストボイス。初手大旋風やめて。入ってなかった。ちょっとロックさん攻撃して、こりゃリセットか。もうなんとか生き残った。お、断鉄剣の効果が。1個でいいんだけどな、1個でな、1個でいいから欲しいんだが。なんか秒がおかしくなってんな。一旦セーブしてリセットする。これで治るかな。治った治った。これも時間決めてやんないとな。とりあえず6時まであと10分だね。したらちょっと他のキャラの育成を開始しよう。
できれば次の、9日目の放送でエンディングを迎えたいんでね。珍しく盗めなかったな。お、来た !3 スターズ。やっとだよー。さすがに6、ここからは負けないだろうし。あ、取ったけど、とりあえずは残り5分くらい受けようか。何個かあるに越したことはないからね。あ、3スターズここに来たんか。入れ替えよう。これがまた便利でね。終了まであと5分になりました。延長しました。延長しました。これすごいよね。すべての魔法の MP 消費を1にする。素晴らしい。金の髪飾りの上位互換。セーブしとこう。セーブしよう。せっかく手に入れたしな。これ約5分続けよう。うまくいけば、もう何、できた後2000くらいか。あれはなんだ?聞いてね。チャージ時間さえどうにかしたら強いよな。手に入ったからいいか。とりあえず僕入れとこう。待てた。あ、どうにしようか。グラディウス。アイテムの、あれ、ついてこう。さっき魔法をさせるべきか。さっき魔法にしようか。魔法だとしたらどうかね。スナイパーアイガー、サボテンダー通せるかどうかやなぁと。倒せんかもしれん。あ、倒せた。もう新しい踊りを超えたな。砂漠のララバイ、どんな効果使えるか使ってみないとわからないってのはなかなかね。あら、出てしまったか。
て、次は、押し終わったのか。一個だけ手に入れた。6時までって決めて、で、その間に1個だけ盗んだんで、別に他のキャラの育成を始めようかな。思った以上に時間かかったな。1時間くらいかな。もっとか。で、とりあえず、育ててなかった各メンバーに魔法を覚えさせてからレベル上げに行こうかな。あ、マジで戦闘ワード前にしてもダメなんだよ。2人レイズが巡ってる。あれ、あ、まだか。終了まであと5分になりました。延長しました。延長しました。延長っす。はい、ありがとう。終了まであと3分になりました。あれ、もう終わってた。あー、レビってとあと1回だからやっとく。いるかどうかわからんけどな。今んとこクエイクしてくるやついないからな。バーサクは何気に使うけどなぁ。あ、スローこっちで覚えさせればよかった。そういえば八竜も一応倒しに行かないとな。倒せればだけど。あとリヴァイアさんとかもやってねえな。忘れてた。まだいろいろ残ってるよね。そうだね、やり込み要素としてはいろいろあるね。次は、あ、チェアの MP がなくなった。
間セーブもしとくか。この作業眠たくなりそうだな。個人的にはね、さっきのあのコロシアムの方が眠かった。この作業はそこまで眠くはなってない。ただ見てる分には多分どっちも変わらない気はする。こっちまだね、ある程度操作することがあるからね。こっち基本オートだからな、アイテム選んだら。超作業だけど、こっちの方が操作してる分、眠気はあんまりきてる。ちょっとね、趣旨を変えよう。そう、今の主力メンバーと交代して、八竜と、召喚と、一体は倒せるけどね、とも。今だけこいつ魔法係。さて、八竜。どこにいたかな？狂信集団の塔にもいたな。あ、ここ魔法しか使えないんだよな。とりあえず、リファイアさんとかから行くか。召喚獣先だ。一応、これ追加要素だからね。あ、で、撃ってたら買いたいの。あー、スナイパーへ撃てねえか。どっかで撃てたら買いたかったけど。サボテンダーにね、攻撃が当たらないんだわ。あれがないと。まあ、各町を巡ればどっかに売ってるだろう。また途切れだな。今日途切れまくってんな。一旦セーブして、リベンジできるかね。ファイト。防御めっちゃ下がるけど、フォースシールドもいかん。あとなんか、デスゲイズの出やすい航路ってどこなんだろう。デスゲイズもそろそろ倒したいな。さあ、勝負だ。空飛んでいたら戦えなかった？そう、空飛んでたら戦えるんだけど、私ね、未だに公開してから2回しか会ったことない。だよね。だから、どっかでね、狙ってやらないと。ケボヤン。はい、ありがとうございます。350個目さんいらっしゃい。お、倒した。早かった。とりあえず、モンスター図鑑見て、なんか盗めるものあるかどうかだけ確認しよう。クロス。ね、で、なんかさっきいたリスナーさんが出やすい場所があるって言ってたんで、それをね、見つけられたらいいんだが。みんな、大丈夫か？お、魔石。リヴァイアさんが魔石と化した。とりあえず、リヴァイアさんの能力は、フラット。水属性のやつか。あれ、そしたらこの魔法自体がゲームボーイアドバンスのみ覚えられる魔法なんかな。レベルアップ時の体力には、残念。
で、モンスターズ白から、なしならいいや。爬虫類も基本的には盗めないんかな。さあ次、もう一人の追加要素。ボーナスグム。ゴミ言うなし。確かにこのゲーム体力いらないけど。そしたらちょっとジドールでとあるレアな武器を購入していきましょう。終了まであと5分になりました。今日は11の古代魔法をしました。一番最初が11だよね。11の厚野に発売されてるからね、これね。はい、ありがとう。そしたらジドールだ。地図の左上から右下まで移動してるとある程度で会いやすいらしい。左上から右下まで斜めに。はい、ありがとう。斜めにってことだよね。で、ちょっと闇雲に飛んでるより張って程度らしいけど、追加で買った何人いる？10個ありゃ足りるだろう多分。思ったより優秀だったかな。あんで宿屋と、あと武器屋で槍なんか売ってないかな。ホーリーランスでもいいんだけど、ホーリーランスは聖属性がついてるから。終了まであと3分になりました。値段的には多分これが一番高いんだよな。ラグナロクはラストバトルで何本でも盗めるからま、石一択なんだよな。そうなんだよね。なんで、ラグナロックにするべきだと思うけど、私は、その、クリア後のやり込みをやらない予定なんで、ラグナロク選びました。で、一本だけ買っとこう。ホーリーランス210。あー、結構下がるな。そうか、じゃあホーリーランスだな。生属性がダメなやつの時だけ。よし、じゃあ、競売所行こう。あ、先セーブしよう。まあ、魔石を取っていないからこそ、今ね、血塗られた盾を一生懸命呪い解除してる最中だね。来た！エクスカリパー！これが必要。ただめっちゃ高いはず。15万、20万、30万、40万、45万、50万、高いんだよ、もう。サボテンダーで稼いだ金が。高いわ、わら。高いよ。何くらい残ってたんだ。よし、コロシアムだ。こっちか。まあ、なんとかなるかな。なんかする。きすぎきすぎ。伝説の聖なる剣、オニオンダッシュ。どうしよう、ロックでいいか。勲章を手に入れた。ほう、珍しい剣を持っているな。その剣、いただくぞ。さあ、やってきました。ギルガメッシュさん。回音波覚えれんの？ドラゴス入れたかったのでしたら。フェイスガーと、スローキックかな。リセットはな。まあ、もういいや。リセットすると、ギルガメッシュさん、とうとう6にまで。何に効かないのか。お、強い。思ったより強いじゃないか、キさん。あれ、ミスってる。ミスってた。お前ら、なかなかやるな。スター図鑑で搭載機を。ギルガメッシュで思い出したゼロ式流行らないの？ゼロ式はどうしようかな。あれ、ナンバリングに含むかな、やっぱり。我が力、貸してやろう。まあ、フリーズ見るのか？まあ一応ゼロ式っていうナンバーだけど、どうしようね。悩むね。ゼロ式やるんだったら、FF の7の後にクライシスコアも入れるべきだよね、やっぱりね。今んとこ予定では入ってないけど。ギルガメッシュ、魔石。力2か。で、ブレイブって何だ？ディシディアやタクティクスもかな？そうです。それは、FF シリーズだね。確かにね。味方全員の物理攻撃ダメージを一度だけアップする。これも、新魔法。力はなかなかありがたい。で、モンスター図鑑で、ギルガメッシュ。あー、源氏の小手か盾か。源氏の小手はいらないけど、源氏の盾はちょっと欲しいかもしれんな。あと、源氏の鎧な。一回だけやり直そう。遠くなって。どっちがいい？源氏の盾とイージスだとイージスの方がいいんだっけ？こっちでいいか。で、アルテマウェポン装備ないから、武器なしでオニオンダッシュに。
あ、他のやつやればいいのか。あ、でもこいつからなんか盗めるかな。ルンドルしてくれ。ダッシュ。そう。何も持ってないんか。そりゃ残念。すっかりパワーを欲しがるなんて。あ、レベル下げられた。ヘイスの後、スロー効かなかったからな。ライブラだけしてる。90個高いな、これ。なかなか盗みづらい。行くかな。効かんか。あれ ?MP 吸収ってどっち?アスピルか。盗めんね、なかなか。あ、源氏の。まあ、どっち?あとは、鎧が来てくれたら、ラッキーって感じだね。溜まってくれた。あ、ロック武器装備させればよかった。あ、コミさんがありがとう。あ、やるね。よし。結構箔あるね。3万8000だけか。さあ、あとは、鎧か、兜か。鎧なら、当たり。個人的に。兜だった。まあいいか。残念。ちょっと残念。これすごいよね。すべての武器防具が装備可能になる。あまり使わない気もするな。まあ、レッドキャップ。そしたら、余った時間で、八竜の続きか。あとどこにいたっけ?ダリルの墓はいないよな。あ、オペラ座のとこにいるか確か。あ、先にデスゲイズやるか。左上から、だっけ。この一旦街で休む。ギリ位置は変わらないから、斜めに飛んでるといつかぶつかるってことみたいだけど。あー、そういうこと?え?あ、じゃあ、ちょっとずつ、ちょっと角度ずらして飛べってことか、それは。ずっと同じ航路じゃなくて。そういうことだね。そういうことなのね。あ、じゃあ、一応デスゲイズって一点に止まってるやつなんか。なんかすごいずれてたの。デスゲイズってこんなに出会いにくい敵だったっけ?なんかめんどくさいくらいよく出会ってたような気がするけど。覚えてないな。うん、覚えてないね、確かに。どんな感じだったかな?そしてちょっと角度つけすぎかな、これ。まあそのうち当たるだろう。出会いませんな。出会えないね。会いたい時に会えないのはなかなかね。あいつランダムエンカウントじゃなかったんか。一応シンボルエンカウント扱いなの。昔シンボルエンカウントらしい。見えてたらいいのにな。わら。もしは結構、でかいシンボルだといいな。この画面でいう3分の1くらいの大きさのシンボルだといいけど。でもそういう特性だとしたら、1回の戦闘でなんとか倒したいな。速攻でやろう。速攻でやれればいいけどな。また止まってたか。あー、デスゲイズってこんなに出会えないものだったんだな。多分そろそろ、あ、来た。あ、やべえ、死んだ。そうだー、もう。くっ、わらわら。そー、ちょうどレベル50なんだよ、今。当たった、出会えたのに、わら。めっちゃ悔しいんですけど。これって、あの場所にいるってことだよね。違うんかな。速攻でや
やったなら速攻だったわ、もう瞬殺だわ。もうセーフロードでいるのかな。いるなら出会いやすいけど。いるんだったらいいんだけど、この辺だったよね。いなくなってるかな。いないっぽいよね。くぅ、また探さなきゃいけないのか。とりあえずレベル51にしてこよう。なんだよもう、速攻レベル5ですか。そうだな、わら。とりあえずレベル51にしないと話にならない。そう、そっか、キリがいいと思ってこのレベルにしてたけど。そしたら、あ、レベル上がりやったら、早いので、どっか。終了まであと5分になりました。延長しました、延長しました。ラスチョップ、はい、ラスチョップありがとうね。そう、倒してーなー、めっちゃ悔しいぞあれは。あー、またこの形だ。あー、それダメ、それはダメだ。終了まであと3分になりました。また挟まれた。ドリルにしようかな。お、クイックボール。ブラキオレイド出てこないかな。さあ、あとは開演だけだ。出てきた。リースタード落としていけー。あ、7まで待てないかな。うぜー。よし。ただ、レベル3系のやつ使ってくるかな、あいつ。この状態だとレベル落とさなかったね。まあ、それは別にいいんだけど。期待はしてなかった。よし、残り30分で捕まえるバイト。あ、どこにいるかな。レベル3だとフレアとか使ってくる。あ、来た、もう来ない。こうしたらよかったかな。あ、倒した。よかったー。これでなんか、めちゃくちゃいいもの盗めるとかだったらどうしよう。一回で倒せたな。一回でいけた。よかったよー。デスゲージの口から魔石がバハムートを手に入れた。これがねー、その、バハムートがデスゲージに負けたのか、ケフカにやられたのをデスゲージが回収したのかちょっとわからんね。バハムート。あー、ネフレアか。あとは、何があるんだ。ここがオーディンだったよね、確か。で、あとジハードがあったよな。もう一個なんだ。あとここなんだ。あと何取ってないんだろう。ジハード、ラグナロック。なんかラグナロックか。ジハード、ラグナロックと、で、ここに何かあるんだよね、きっとね。最低でも。わからん。あんで、八竜。どこにいたっけなぁ。勘にないのかい。ああ、そうだった。なし。オッケー。お、55,555 だ。オッケー。ミネルバビスってなぁ、取れなかったなぁ。諦めたからなぁ。レアード。オニオンだし。いやぁ、全然埋まってないねぇ。とりあえず、オペラのところに確かいたはずだから、ここにまず行こう。強いかね。あれ白に下げたままだっけ。下げたままだったんだ。ただ、大変なんですよ。団長のところまで行ってあげてください。団長どこじゃ？いない。あれ団長室みたいなのがあったっけ。七竜は、もう楽勝やろ。八竜だね、これは。ステージ上にドラゴンがうろついて、ああ、困った困った。で、今、2体倒したから、あと6竜だね。あれ前来た時これ上がっ、下がってたっけ。団長がいねえ。団長どこだ。この人団長じゃなかったっけ。違ったっけ。はい、違う人。
まあ、楽勝であってほしいけどね。こっから行ける？行けないね。あの、反対側の天井のとこ行くんかな。うん、いるね。4トン落とせばいいね。落とせねえ。違うんか。じゃあ何かあれ操作するんだよなぁ。すごいよね、この楽団員ね。逃げないんだって。あんなステージ上にドラゴンがいるっぷん。これかなぁ。違うらしい。あん。はぁーはぁーこれでよかった。アースドラゴン。あ、終わった。終わってしもうたぁ。弱いかな。お、ビザードロッド。走りをあと5匹。またまた助けてもらったね。だけか。終わりか。で、あ、ゾゾ山か。いたな、確か。一番初めて戦った八竜。あいつは強かったような気がする。行くのがめんどくさいな、木が。サクサクっとね、八竜だけやりたい。でも確か八竜ってさ、瓦礫の塔にも行ったよね。あ、盗まれた。ふざけんなよ、この野郎。あれ湧いて帰ってきたんやて。シャラコラス。決められた盾の、決められた盾の稼ぎをしよう。あ、終わった。だけで倒せるわな、大抵の雑魚。あれ、どっちだっけ？こっちか。決められた盾、あとどれくらいだっけなぁ。早く英雄の盾を手に入れたい。あらー、敵が。あ、ストールンベアに進ませたもよかったかな。まあ、いっか。行こう。代わりに行かなきゃいけないんで。あれにやられたんだよなー、一番最初。あれ、ミスってる。あー、あんだけ強かったストームドラゴンさん。あとは、どこだ？コースアーマー。レベルで言ったら30ほど上がってるわら。そうなんだ。テレポ使えないんだっけ？あ、使えた。さて、あとはどこだ？あとどこにいたっけ？覚えてないな。あ、強信者の塔。あ、ここが一番厄介やな。魔法しか使えないからな。レッドドラゴン。わかってるんだけど。それはどこにいるやつだ？フェニックスの洞窟。ああ、いたね。いたね。あ、逃げられないんか。逃げられないんか。マジですか。生意気なー。こいつらレベル30じゃなかった。毒に弱い。らしい。毒に弱い。バイ弱った。魔法レベルが30なだけで、レベルは1階にいたっけな。3段階目か。こいつバイ覚えてねえや。あ、血塗られた盾してない。あー回復しとるやんけ。あ、ここ開いたままになってるのか。逃げられない。なぜリフレグ？まずいっすね。カイエンが死んでしまうよ。あと5分間に合うんだろうか。間に合うんだろうか。あ、死んだわ。カイエンも死んだわ。カイエンも死んどるやんけ。あ、間違えた。あ、レイズあるんだった。モグ連れてくるべきだったか。終了まであと3分になりました。じゃあ、さすがに無理かな。逃げれたらよかったんだけど、逃げれないからな。今もあまり役に立たんし。ここだっけ？あー、次の回だ。無理だ。間に合わんか。途中で終わりそうだな、わら。んだなー。あ、そしたら続きはまた次回ということにしとこう。はい、それではね、本日、だいぶ長時間やってきましたが。終了まであと1分になりました。今日の放送はここで終わろうかと思います。また明日の午後から枠を取って、続きの方やっていこうと思うので、お疲れ様です。殺された。明日は、わらわら。楽しんできてね。やっぱりね、これ死んだんじゃないかな。全滅するんじゃないかな、これ。